今年の9月もやってまいりました。任天堂ダイレクト2023914。イエーイ。いやー14日に来ましたね。14日に来たね、うん、まさか、うん、ポケモンの DLC、うん、その翌日にやるとは思わなかったね。いやそうなんだよね。なので、はい、ちょっとね今あの心臓がおかしい挙動になっている。わかるわかる。あとあれだよね、前日告知になってきたね。前日告知になってきたね。うん、もういよいよ本当にドーンって急に ね、うん、出されるようになって、もう私たち本当に、うん、あわわ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 わって感じだったよ。結構緊張してて言葉まとまんないもんね。そうだね。さあさあ、予想の動画は出しました。出しました。その中で、まあ、1つでも2つでも3つでも4つでも全部当たればもう本当に大満足。大大大満足。それか予想外の驚きを見せてくれ任天堂。ありますか。空の桜井正宏です。それあるの。さあさあ、間もなく任天堂ダイレクト始まります。間もなくです。おー来たー。さあ17歳以上のソフトが含まれておりますと。はい、わかりました。はい、来ました。さあ来たぞー任天堂ダイレクト。私ね、ワンチャン映画第2弾も期待してるからね。映画映画映画待ってます。はい、さあ誰だ。さあ、さあ最初はなんだなんだ。あー最初から来た来た来た。サイドオーダー、サイドオーダーだ。はい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 。さあ、どんな世界なんだ。あ、でもやっぱこっちは、うん、あれなんだね、もしかしたらあったかもしれない続編の方なんだよね。はい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 、うん、タコちゃんなんだよね。そうそうそう、あのね、3のテーマを決める最後のフェスっていうのがあったんだよ。うん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 、それが今のね、うん、やっているカオスか、はい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 、こっちのオーダーっていう、はい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 、カオスが統一された世界か、はい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 、それを選ぶフェスがあったんだけど、うん、これがそのオーダー側なんだよね、はいはいはい、サイドオーダー。姫姫姫なんだ、やっぱオクトパス何か闇深い何かがあるのか。あ、飯田名前出てる。飯田飯田、ええ、ほんとだ姫じゃん。姫とね、飯田とね、名前出てるよ。うん、えなんだ、うん、なんだなんだ、レジスタンス的な感じなのかな。おお、なんかかっこいいんだけど。おしゃんですね。すげえおしゃん。え、てかこれ8号、8号っていうのは、うん、2の DLC で主人公だった子なんだけど、なんだそのダメージ表示。なんか全然違うよね、さっきからね。なんだなんだなんだ。え、めちゃめちゃかっこいいんだけど。全然雰囲気違うね。なんかデータから召喚されたよ。さあさあ、うわ、なんだその巨大な敵。いやいや、世界観よ。サイドオーダー。え、なんか超ゾクゾクするんだけど。え、なんだ、え、なに、ちょっとてかデジタル。おー、高橋さん。こんにちは。こんにちは、任天堂ダイレクトの案内役を務めます、はい、高橋です。はい、よろしくお願いいたします。最初にご覧いただいたのは、うん、スプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾。いや、ついに来たね。サイドオーダーの映像です。おー、本作は、いや、秩序の塔。マジさ、これ2の街並みなんだよね。ハイカラスクエア攻略していく内容で、繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発をしています。なるほどね。新しい世界の新事実、いつ明かされるのか。春ね。もうしばらく。そうなんだ。はいはいはい、春、はいはいはい、意外とでも春だもん。それではヘッドラインをご覧ください。さあさあ、来ました。さあ、いつもの、さあ、待って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 、ドンキじゃないの。いや、ドンキですよ。え、待って、マリオ、え、何、ゲームボーイアドバンスで繰り広げられた因縁の対決が任天堂スイッチで復活。何ですって、一番最初のあれ、そういうことだよね。ドンキーバーサスマリオってそうだよね、最初のやつじゃん。全てのミニマリオを奪い捨て、なドンキーコングを追いかける冒険の始まりです。かわいい。いや、意外すぎるドンキーの登場にびっくりしてるんだけど。ステージが待ち受ける。はい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 、なんか かわいいな。ひらめきとアクション、はい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 、鍵を取りたいけど、なんかちょっと 3DS っぽい雰囲気あるよね。そうだ ね、うんうんうん、あの猿の尻尾が怪しいですね。はいはいはい、はい、なんか
全然予想してなかった。これなんだなんだ、まさかのバーサス。これで、あ、なるほど、そうやっていくわけだね。はい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 、無事に。え、かわいい、ミニマリオさんかわいい。そしてあー、ドンキー、ドンキーコングとの直接対決が待っている。あ、これじゃないの、あのほらドンキーのさ、はい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 、カル投げてくるやつ。投げてくるやつね。2人での協力プレイにも対応。あ、協力プレイできるんだ。そうなんだ、いいね。2人だったら2人でも、あ、キノピオがおもちゃのマリオを取り戻せ。どういうこと、どういう対戦だったの。ドンキーコングは、いや、ま、2024年2月16日発売。ちょっと予想外すぎる。全然予想外すぎる。予約受付を開始。いや、ちょっとドンキーの出現がびっくりしたんだけど。びっくりしたよね。野原一家。え、待って待って。え、じゃあ、新庄の続き。しんのすけ、しんのすけ、あのほら、しんのすけだ、しんのすけ、しんのすけだ。あの、え、なんだろう、あったそう、なんかオラの夏休みだぞみたいな。あ、じいちゃん全然違うやん。やってきた野原一家。この前はね、アッソーっていうね、そうそう、アッソーだったんだよね。そこではのんびりとした。あ、でもまた田舎っぽい感じのちょっとお尻の形した山ですね。あ、なるほどね。ある日、炭まみれに足をついていくと、お、なんだなんだなんだ、今度はどんな、そこは、おー、なんだ、劇場版クレヨンしんちゃんやん。これ、え、観光で働く人と一緒に湯船に浸かったり、あれじゃないの、大人の国って、大人の帝国じゃないのこれ。食堂の新メニュー開発を手伝ったりしながら、え、劇場版の世界線っぽいな。ねえ、劇場版の世界線っぽいよ ね、昭和の世界が。そう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 、街をうろつく不穏な影を見ることも。おっと、ん、ダンシャーリ、ダンシャーリ、ダンシャーリするの、ダンシャーリしていくの。現実と不思議な街の2つの世界を行き交う。なるほどね。前回はね、どん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 街の様子がおかしくなっていくみたいな感じだったの。炭の街の白は、この冬発売。炭の街の白。なるほどね。まさか、しんちゃんの続編するとは思わなかったな。そうだね。タイトル。へぇー。さ、ピックアップタイトルだ。で、ピックアップタイトル。主人公。あー、プリンス・オブ・ペルシャね。はい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 。これは昔のね、ゲームがね。うん。そう、鬼畜ゲーだったんだけど、それが新しく。リメイクされてっていう新作が出たんだよね。剣と弓のコンビネーションで切り抜け、これ渾身の一撃を決めろ。1月発売って書いてあったね今ね。え、うん、いやー、これもすごいさ、冒険の先に待ち受けゲームなんだよ。強大な敵に挑む、まあ、ゲームで人気だったっていう。さあ、こういうのが強そう。最大20人でクイズに答えて最後の1人を目指す、サバイバルクイズシティ。サバイバルクイズシティ、あ、はい、ちょっとあれに似てないほら、なんだっけ、うん、わかるよ、あのそう、あれね、クイズがないバージョンの、あれね、そうあれちょっと今とっさにゲーム出てこないんだけど、そうだね、そう、似てる。しかも、はいはい、反撃するのは正解したプレイヤー。待って、え、サバイバルだね。やば、野蛮すぎるだろ。邪魔ができるんだね、お互いにね。基本プレイ無料で、基本プレイ無料はすごいね。すごいね。はい、クイズ好きだからか。あ、聞きましたね。ドラクエね、モンスターにね、魔族の、まさかのピサロ。はい、はい、このダイレクト終了後、物語の序盤がプレイ。え、どういうこと、終了後、おー、やってみて、いいね、いいじゃん。製品版に引き継ぎ可能です。へー、いいね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 。復讐を胸に魔族の頂点を目指す。キサロ側の話気になるって言ってたもんね。ぜひ。うわー、ちょっとこれ最終戦じゃん。最終戦だよ、勇者と相まみえる時じゃん。マリオシリーズ最初の RPG が来ましたね。こんな序盤に出してくるんだから、ちょっと、はい、グラフィックを一新して蘇る。あー、最高だったなー、マジ。前回のダイレクト本当に、あー、この川下りよ、ワイン側の。はいはいはい、いやー、いいなー。あ、そう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 、ワンワン投げたんだよね。あ、この音楽よ。あとコマンドがこの何出るのがすごいいいって言ってたよね。そうそうそう、ビックリマークがね出た時にね、あのボタンを押すんだよね。またアクションコマンドが成功すると、ゲージがたまり 100% になれば3人で、あ、それいい、いい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 、あ、いいね、いいいいいい、技の種類も様々。あ、いいね、クッパクラウンに乗せてくれるの、クッパ様、クッパ様がさ、めっちゃブギーブッキーだ、ボスキャラクターたち。あ、懐かしい。クリア後には一部のボスと再戦することもできる。え、そうなの、いいじゃんそれ。パワーアップした彼らが、もう一回勝負できるんだ。マリオたちに挑戦を待っている。それ面白そう、うん、あー、ちょっと待ってよ。あははは、ちょっ
BGM に殺される。え、待って、今の裏ボスのところじゃないのこれ。え、裏ボス戦えるの。え、ちょっと待ってよ、もっとじっくり見せて。11月だって。誰、そろそろ起きな、出てきたぞ。誰、おお、びっくりした。え、あれ、これなんだったっけ、これ、アナザーコード。2つの記憶が装いを新たによみがえる。アナザーコード、ある日、リメイク、少女アシレンの元に死んだはずの父から一通の手紙が届く。アナザーコードはね、向かったのは父が待つという孤島。やってみてほしい。いいよ、いいよ、アナザーコード。マジか。アシレンを待ち受けていたのは、行く手を阻むかのような様々な仕掛け。リメイクだよな。いや、こういう謎解きバッグがあるんです。はいはいはい。そうそう。あー、これ、言えない。何も言えない。僕が、見えるの。あー、懐かしい。わー、ちょっとほとんど中身を覚えてないんだけど。いやいや、でも覚えてるよ。どうしても思い出せない。あー。リメイク？マジか。これリメイクだね。はいはい。あ、さらに、そうそうそう、さっきの幽霊の男の子と一緒に旅をするっていうね、記憶の扉も収録、謎を解いていくっていうさ、物語の全てが明らかに。これ続いていか、日本のストーリーに収録されたこれ続いた、アナザーコードリコレクションは4本入ってるんだ。2020予約受付開始。あ、なるほど。え、記憶の扉の方やってないかも。ニンテンドー DS と Wii で発売した2つのアナザーコードが、グラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして任天堂スイッチに登場します。全て新しく使えるんだ。俺 DS の方しかやってないわ。続いてはこちらをご覧ください。気になります。はい、なんだなんだ。あー、ピーチ姫の完全新作タイトル、ね、そう長いね。ピーチの主役だよね。そうそう、ピーチ姫が主役の完全新作タイトル。ピノキオが持ってきたチラシで知ったひらめき劇場の舞台公演。おはいはい、早速やってきたピーチ姫一行だったが、あ、なんかあるんですね。あ、なんかありますね。なんかありましたね。誰だ、突如現れたブレイブ劇団と名乗る者たちが。なんかすごい見覚えがあるんだけど、この敵キャラ。なんか、まあ別のゲームなんだけど、すごい見覚えがある。この場所を見守ってきた妖精ステラと共に劇場を取り戻すショーが幕を開ける。ステージは悲劇と化した上演予定の舞台。ピーチ姫、初めて見たきかも。ピーチはステラにもらったリボンの力で、おー、かわいい。鬼手になった。鬼手似合うよね。鬼手似合う。おー、いいですね。めっちゃアクション、でもアクションゲームじゃん。かわいい。進めない場面も、はい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 、すごいね、リボン使うんだね。そんな時は、あ、出たね、出ましたね。プリキュアみたいな感じの変身シーン、ね、お召し替えですか。これでどうなるわけ？凍らせるのかな。なんとピーチ、めっちゃいい。奇跡になるよ。マジでリボンの騎士みたいになってる。あ、確かにぽいぽい。すごいすごい、かっこいい、かっこいい。いや、かっこいいね。この舞台を救うことができるじゃん。めっちゃかっこいいね。スピア使いってこと？そういうことだよね。え、いいじゃん。え、いいじゃん、めっちゃいい。展示品が盗まれてしまった博物館。はい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 。まさか、めっちゃかわいい。お召し替え、探偵ピーチ。探偵ピーチだ。わあ、いいね。かわいい。お菓子が奪われてしまった。いやいや、着せ替え要素あるのいいな。っていうか、え、じゃあまさかパティシエですか。パティシエだ。パティシエだ。はいはいはい。え、かわいいじゃん。いや、かわいいね。はい。カンフーの達人と。おお。え、カンフー衣装のピーチ、かわ。え、め。え、ちょっと、え、ピーチ、ピーチ、俺ピーチ、なんかクッパの気持ち分かった気がする。ピーチ、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 いや、かわいいな。かわいい。表情がすっごい豊かに見える、やっぱりね。映画でさ、ピーチが好きになったからさ、さらになんかこれで好きになりそう。待って、早いよ、3月22なんだけど。ショータイム、そうだね、3月から。プリンセスピーチ、ショータイムね。あ、やっぱプリンセスピーチシリーズ、ね、シリーズだね。プリンセスピーチシリーズだ。え、めっちゃいい。これめっちゃいい。めっちゃいいよ。え、めっちゃいい。カンフ可愛いね。うん、可愛かった。まだあるの？まだあるの？ときめいた。まだあるんだって。デッドラインをご覧ください。
いや、いいですね。パチン。はい、はい、パチン。サガシリーズ完全新作。新作？サガってあのサガ。あのサガ。RPG。サガ。サガ。エメラルドビヨンド。スケアエニックス。主人公は6人。はあ、おお。意志を持つ傑作と共に戦う青年。はい。正体を隠し、小学生として暮らす魔女。いや。小学生として暮らす魔女。謎の組織を守る首都警察の2人。サガの新作来ると思わないじゃん。いや思わないね。歌姫メカ。歌姫メカ。目覚める闇の王。おお、なんかすっごいこうくすぐられる感じのそれぞれみんななんか属性だね。すごいザガフロンティアみたい。昔もねこういうさすっごいなんか特徴バラバラな感じの主人公を一人選んで、それでどんどん物語を進めてって、で仲間になっていくみたいなね。はいはいはい。っていうのがあったんだよ。バトルは敵と味方の攻防順が鍵となる。でもちょっとサガなのか分かんなくなってくる。繰り出す技によってこれサガなのか。新作だから新しいチャレンジもしてるんじゃないですか。すごい。でもなんかサラリーマンと魔法少女が一緒に戦ってるのちょっと面白いね。いやみんな属性面白いよね。あ、2024っていうかサガ。サガから新作ですよ。マジか。はい。いやちょっとポカンしちゃった。ちょっとマジでちょっとわからんこれ。すごいね。どうなってんの今。どうなってるんだ。うん、これなんだ。全10チームで一曲をかけて戦う。はいはい、あ、LOL みたいな感じのアクションだねこれ。バトルクラッシュ。バトルクラッシュ。相手を倒すには体力をゼロにしてとどめを刺すか。フィールドの外に落とせば OK。なるほど。つまりスマブラだね。個性が異なるキャラクターは全15種類、ね、はいはいはい、チームメイトと協力し最後の1チームを目指せ。すげえ。あ、チームバトルなんだ。ってことはエイペックスみたいなのか。フルリメイクされてる。あ、三国志リメイクか。三国志、はい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 。あ、三国志のどの年代からでもスタートできる。ね、面白いよ。三国志の世界っていうか、こういうさ戦国を生きる系のゲームさ、マジで時間あったらどっぷりやりたいもん。うん、時間奪っていくもんね。時間奪っていきます。はい。好きだよね三国志とかさ。あの友達が泊まりに来てこれをすごい一生懸命やって、あの全国統一。アーニャ絵日記書く。アーニャ絵日記を書くようになったアーニャ。オペレーションダイアリー。平日は学校に通う。アーニャを操作するの。夜は家族で学校。パッパ、絵日記の題材を探すため。チッチ、ハハ。海水浴や。かわいい。夜さんかわいいよ。アーニャかわいい。え、すっごい髪型とか変わるやん。友達や家族と過ごす中で。アーニャとして生活してくんだな。かわいいなこれ。ハハ。かわいい、かわいい、癒されそう。あ、そうそうね、名探偵ピカチュウのね、ピカと解決ね、はい、来ると思ってた。はいはい、うんうんうん、そして最初の一杯、はい、コーヒーね。名探偵の朝は早い。いやまあまあいろいろ言われてると思うけど、俺はこの山ちゃんのねピカチュウも大好きですよ。名探偵のピカチュウ、大川さんも良かったけどね、山ちゃんもいいよね。行方不明となった犯人を探す。これさ、様々な事件に巻き込まれて、 DS で出てた、あ、3DS か、あの前作のリメイクじゃなくて完全なる新作だから、ピカチュウがポケモンに聞き込みを行いながら完結版なのかねって感じよね。あー、どうなんだろうね。かわいい、かわいいじゃん。かわいいな。匂いの痕跡をたどれるガーディーの背中に乗ってるピカチュウかわいすぎる。かわいいよね。うん、そう、これ可愛いんだよね、この埋もれてるやつさ。壁の向こうを投資することができる。可愛いんだよね。うんうん、ティムとピカチュウは全ての事件を解き明かし、ハリーを見つけることができるのか、はいはい、の方でもめちゃめちゃ可愛かったもんね。うん、帰ってきた名探偵ピカチュウは10月6日発売。そうだね、もうすぐだ、はいはい、もうすぐだ、うん、さあ、さあ次メロディーを奏でるのはトロンボーン。これ、これなんだ。あー、これさ、ちょっと前に流行ったよね。流行った流行った流行った、トロンボーンでやるやつ。流行った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 。これトロンボーンチャンプね。譜面に合わせて音を鳴らすだけ。難しいやつね。なんですが、めちゃめちゃ下手くそになるっていうね。操作にはちょっと癖があるんです。いや、これすごい。お、ジョイコンを上下に動かして音程を合
わせたりめっちゃ面白い。もう下がるんだよね。ジョイコンのカメラからの距離と音程を連動させるなど、そんなこともできるんだ。一風変わった操作で演奏、面白い。あ、トロンボーンってことだ、これね。伸ばして、伸ばして、伸ばして、はい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 、そこも含めて楽しめる音作にはいろんな遊びジャンルの約40曲を収録。すごいね、これでやるんだね。ね、ローカルでは最大4人で演奏する方も。みんなでできんだ、いいね。誰か一人外してますよとか言われるわけ。このダイレクト終了後配信を終了。おお、すげえ、このダイレクト終了後なんだ。はいはいはい、いやいいね、みんなで遊べるの面白いよね。もうすぐ発売、さあもうすぐ発売。さあなんだろう、シリーズ。ああ、これね、これ今日だ、今日だよこれ。スーパーボンバーマン R。 いや、 R の2が出るとはな。あの15人と対戦できるってやつ、そう、1対1で。あ、行ってきた、これパシーンです。パシーンパシーンパシーン。あ、2人いるじゃん。あ、パシーンのやつ。勇者大の物語、大の冒険、あ、大の大冒険、インフィニティストラッシュ、ドラゴンクエスト、大の大冒険。はい、冒険家イース、遥かなる北の海へ。イース、イース、ノーディックス。すげえ、イースシリーズ。江戸川隊出た、サムライレムのアクション RPG。 あー、フェイト、いや、フェイトのアクションゲームめっちゃ気になる。てか、めちゃめちゃ自分なりの人生で。ああ、これね、人生ゲーム、人生ゲームね。これね、面白そうよな。これ面白そうだよね。うん、リア世界、リア世界、ほう、二重ライフが始まる。はいはいはい、武士ロードから出る。武士ロードだね。ああ、なるほどね。アイスリッチ、はいはい、これももうすぐだね。これ面白そうだよな。スーパースター、はい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 。あ、フレデリカね。強くなるアクションRPG。これも世界観気になるよな。気になる。このダイレクト終了後に体験版、体験版出るんだ。いいね。ちょっとやってみたいよね、フレデリカ。で、さあ次は？なんだろう。なんだ。これは定めに抗う絆と愛の幻想戦記。タクティクスオーガ。え？なんだ。巨悪の手に落ちた世界の命運は亡国の王子。バニラソフト。指輪に託された。待って、この手で。それは一角獣の指輪。代々コリマ王家に伝わる秘宝。ちょっと待ってよ、王族今の見せ方。王の力を解き放てると伝え聞いております。十三騎兵防衛権とかさ。分かった。あー、ちょっと本当だ。大きさと、え、マジでバリアさんってなんだやろ。行こう。見てる、十三騎兵防衛なんだ。そう、うん、表現がね、表現が。え、広大な世界を自由に駆け巡り、おお、仲間と出会い、育て、指揮し、共に戦う。美しすぎる。人間、え、めっちゃいい、ワクワクする。天使など仲間になるキャラクターは60人以上。それはすごいな。やり込みが、やり込み要素がすごい。コルニア王子アレインが今こそ無念を晴らし、あ、この表現とかさ、はいはいはい、大陸に光を取り戻してみせます。おー、アトラス、バニラウェアが、バニラウェアだった、ごめん、バニラソフトがね、バニラウェアだった。アトラスとバニラウェアだって。ユニコーンオーバーロード。あー、超いい、これ超いい、これ超いい、これ超いい、好きな世界観だよね。えいいいいいい。これはルイージマンションじゃないですか。合ってる、ルイージマンション、ルイージマンション2じゃないです。かー、そうだよね、来年出るって言ってたもんね。さあ、どんな感じになるのかな。ルイージマンション2 HD。 いや、いいよね、2もさ。ここは2確か DS だったっけな、 3DS だったっけな。お化け王国、うんうん、3DS じゃない、3は2人でできたじゃん。その調査を任されたのは、ちょっぴり臆病なルイージ。さあ、不思議な冒険の始まりです。本当だよね、映画思い出すね、映画思い出すね。探索に欠かせないのがこの掃除機のような見た目、はい、おばキュー、あ、これね、おばキューブ、おばキューブね。暗いところを照らしたり、いろんなものを吸い込んだり、いや、博士いるかな、お、あ、小山、仕掛けを動かしたりと。あ、そう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 、小山、ルイージの楽しい愛情です。ね、小山博士吸い込みたいんだよね。さらにおばけを見つけたら、可愛かったもんな。はいはい、ピカッと驚かせて、あー、ピカッと、はい、ピカッと吸い込む、はい、ここでもピカッと、ピカッとね、うん、一気にたくさんのおばけを吸い込むことも、うん、面白かったね、スリー、うんうん、
お化けたちが住み着くのは、かつて植物研究所だった館や、おー、時計工場のあった砂地、いいな時計、他にも氷と雪で覆われた坑道など様々いいなすごいいろんなところがあるよな。このさ、鎧が動くの嫌だよな。うん、怖いお化けたちを結構謎解き要素もあるもんね。退治することはできるのでしょうか。インターネットに接続すれば最大4人で協力しながらお化けたちを楽しめる。テラータワーも終了。ルイージが4人、あ、はいはい、テラータワーね、はいはいはい、ルイージマンション2HD は、あ、いやこれいいわ、あ、いいね、夏ね、夏いいね、ぴったりだね、ぴったりですね、はい、いかがでしたか。いや、いいですよ、よかった。ここで皆さんに2つのお知らせがあります、はい、何でしょう。なんだ1つ目ですが、はい、こちらの映像をご覧ください。何ですか、え、映画ですか、第2弾ですか、ん、え、何、え、何、なんだかわからないけ どうし、この音楽ってことはマリオに関係するんだよね。ハテナボックス、ハテナブロック、ハテナ、そう、ハテナブロック、うん、え、大きなハテナブロックが見えてきました、ね、そうだね、見えましたね。実はこのハテナブロック、うん、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。任天堂資料館、この資料館の正式名称は、うん、任天堂ミュージアム、ミュージアム、はいはいはい、任天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売された様々な任天堂製品を展示する施設になります。行きたい、行きたいね。2023年度の完成を目指して、あ、来年、いやいやいや、ね、あ、え、3月までだよ。分の時期など、そうか、2023年度だから、そう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 、もうしばらく、マジ、え、 USJ 行くかこっち行くか悩むね。両方行けばいいじゃん。確かにそれはそう。アミーボね、アミーボね、ガノンドロフ、いやー、ちょっと DLC がね、今半ね、作る気はないみたいなね。あー、そうだね、記事がね、出てます。ゼノブレイド、おーおー、ゼノブレイド2体1組のセットが美よ、かわよ、1月19日に発売します。かわいいな、はいはいはい、はい、さらに、はい、新たなアミーボとして、はい、うわっ、ダイアンテスマッシュブラザーズスペシャルから、そうだ、ソラの発売が、そうだ、これによってスマブラスペシャルの全ファイターが、全ファイター出ちゃったかな。発売は2024年を予定していますので、祭りの終わりを感じるよ。そしてまた始まるんでしょ。以上、始まってほしいけどな。続いては新機種でまた始まってほしいですね。そうだね、新機種だろうね、続きが来るとしたらね。そうだね。さあ次はなんだ、なんだろう、うん、ん、え、え、え、F0、 え、F0、 F0、 F0 だ。あのキャプテンバルカー、あの噂の、いやー、そう、99、あ、99か、あ、F099、 わー、想像しなかったな、邪魔すぎる、99、邪魔すぎ、邪魔すぎ、そんなにいな、むずいやろ、いや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 、マシンは爆発し、爆発するんだ、あ、はい、爆発します、あ、本当だまさかこんな形で F0 がさ、そうだね、復活するとは思わんやん。 F0 って名前だけ聞いてたからさ、99なんだね。いやー、キャプテンファルコンでね、知ってる人も多いと思うのに、まあこの世機会に F0 の使い合いで発生する、そうですね、何かのフラグかもしれないよ。そうかもしれない、そうそう、認知度を上げてみたいな、そう感じかもしれない。ずるいな、これ素晴らしい、これずるいな、上行けるのいいな、はいはいはい、なるほどね。レースで特定の条件が達成すれば、なるほど、リメイクではなく99になるのいいね。そうだね、うんうんうん、あー、懐かしい、この音楽、うん、いいね、いや、いいね、生き残るのめちゃくちゃ難しそうだな。めちゃめちゃ難しいと思う、めちゃめちゃ難しい、ゴールできるまでも難しいよ。そうだよ、ね、はい、おー、無料で入ってる、ダイレクト終了後だよ、このダイレクト終了、マジ、マジ入ってるからできるよ。ちょっと、やりたいっす、やりたい、20年以上の時を経て、はい、F0 がバトルロイヤルになってよ、いや、素晴らしい、バトルロイヤルでしたね、素晴らしいよ、加入していると購入できる、ってことは、スーパーファミコンのコントローラーにも、昔のゲームの、もちろん、ね、新作も出るし、うん、昔のゲームのリメイクも出る、1位を目指して挑戦してみてください、ね、それではヘッドラインをご覧ください。ドンキーコング、なんか
ないかな。ああそうね。ああそうだったよね。踊る、あの踊る、超踊る、超メイドインマリオ。社員旅行で。社員旅行。そういう感じだったんだね。なるほどね。はい。バリオモロ島へ。バリ、バリオモロ島。この島であなたが行くのは、なんか福岡入って全身を使ったバリオモロ。バリオモロ。ああ。プチゲームに重要なのは。これさ、モロコピ使ってやりてえよな。やりたいやりたい。そう、動きたいよね。ポケコ。ポケコ。された構えでスタンバイし、出されたお題に瞬時に挑め。水場面。これいいな。右手写し。右手写し。盛り上がりそうだよね。あ、これいいね。あ、これいい。友達でやっても家族でやっても盛り上がりそう。忍者。あなたは攻略できるか。いや、忍者じゃねえじゃん。さらに2人から4人で対戦できるパーティーモードも収録。あ、いいね。パーティーモードなんてできるの？メデューサの一つのモードでゴールを目指したり、うん、おー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 、最後の1人になるまでプチゲームで競ったり。あー、それいいね。いいね。オンラインでもできるのかな。1人でもみんなでも200種類以上のプチゲームを遊び尽くせ。おー、まあまあまあ、マリオ3？超踊るメイドインマリオは11月3日の発売。枠が広がりすぎてる。11月3日、いいね。11月3日、任天堂スイッチ、はい、ピックアップタイトル、ピックアップタイトルね、その3、はい、さあ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 、ん、海に潜って、ん、海に潜って、あ、これダイバーのやつだ。ダイバーでその食材を取ってきて、で、あのデイブ・ザ・ダイバー、そうそう、それで寿司を作るっていうね。よく知ってるね。いや、これね、結構ね、好評なんだよ。あ、そうなんだ。そう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 。本日のメニューを決定。新鮮な寿司を提供するわけに。そうなんそうなん。おー、なるほどね。これね、プレイしている方の動画を見たらめっちゃ、そうそう、こんなんが来るんだよ、出てくんだよ。はい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 。いや、これね、面白そうだなと思った。うわー、ディレイだー！ちょ、待って待って待って。フィットボクシング？フィットボクシング2のエクササイズメニューはそのままに、はい、プレイヤーとミクはインストラクターの指導のもと一緒にトレーニング。プレイヤーとミクがトレーニングするの？そういうこと？え、あの、さらにミクたちの楽曲でプレイできる。ミクたちの楽曲でトレーニングはちょっと、それはいいな。そっちがいい。そっちがいい。フィットボクシング初ネーミング。え、そこは3月9日発売にしようよ。そうだよね、確かにそれはもっと3月9日発売にしようよ。めちゃくちゃいいな、フィットボクシング。そしてダンスね。新たなプロジェクトが始動。はいはい。初心者でも踊れるようになるをコンセプトにした。なります。ダンスレッスンソフト。どんちでもなれます。ダンスレッスンソフト。最初は私がお手本をやってみるね。ジョイコンの両手にダンスの基礎から、はいはいはい、かっこよく踊れるコツまでを。ああ、なるほど。30ステップに分けて丁寧にサポート。はいはいはい。マジ？ポップステップダンスは12月21日気になりますね。これで本当にダンスが上手くなるのかっていう実験動画作りたいな。思いが交錯する群像。これって幻想水滸伝？帝国の侵攻により始まった戦乱に終止符を打つべく100を超える英雄たちと戦いに挑む。へえ。主人公は辺境の村出身のノア。うんうん。え、結構、帝国の士官セイ。あれ、ガーディアンの少女、なんか見たことあるグラなんだけど、旅路の中で、なんか幻想水滸伝みたいな。はいはいはい。すごいよ。共に戦ってくれる仲間を増やしていく。なんかめちゃめちゃ仲間にできそうな人多そうだね。そうだね。本拠町、仲間をたくさん増やすの流行ってるの。お店を開くな。あー、でもこうやって開拓していくわけね。して発展していく。うん。おー。そして英雄たち一人一人には忘れることのできない過去や信念がある。なんかこういうさ、グラフィックなゲーム、うん、なんか増えたっていうか最近よく見かける気がする。うん。でもすごいね、すごい気合い入ってるね。あ、ほんとだね、バトルシーン。待って待って、世界観、世界観、世界観。魔法少女たち出てきた時びっくりしたんだけど。なんだなんだ。英雄たちの物語が始まる。え、でも結構すごいね、このグラ。100名優伝は2024年4月13日発売。面白そう。これいいな。うん。あい、来た、来たよ。最後ですよ。マリオカート8デラックス。あー、もうルイージとデイジーが見えるわ。見えましたね。はい、はい、マリオカート Wii からデイジーサーキットが登場。あー、やったよ、デイジー、やった、デイジー、マリオカート、やったー、来たー、デディーコングとファーキー、来たー、イエーイ、来ると思った、来ると思ったんだよねー、予想的中、当たった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 、ボリーン、ボリンじゃん、ボリーン、すごいすごいすごい、お、マジか、おでっせいじゃん、おでっせい。そしてキノピーチ、キノピーチ、マジキノピーチ、あ、
かわいい。すごい、今度お下げだよね。てか4人も来たよ。そうだね、4人来た。新キャラクター4体を追加する。おー、すごい、最後だ。追加パス第6弾は、すごいね。冬配信。いやでもこれでね、マリオカート8デラックスも終わりか。そうだね。いやそっか。いやでも最後にふさわしいキャラクターだったね。ね、いや使いたい。楽しみ。使いたいわ。追加パスがセットになったパッケージ版。いや早く使いたいな。早く使いたいね。はい。冬休みはあれで遊べるね。うん。いや素晴らしい、素晴らしい。ソフトラインナップ。はい。ああ、メタルギアソリッドのマスターコレクションボリューム1ね。はいはい。メタルギアソリッド。これさ、あのコメントでいただいたんだけど、容量が大きすぎるって。あ、そうそう、ハトね。あ、ね、このハトね。目指せ。ヘッドバンガーズ。はい、ヘッドバンガーズ。はい。はい。ああ、ファッションドリーマーね。これもありましたね。11月か。ファッションドリーマー。おお、なんか今月、あ、今年最初からね、最強の見てたチームを作って、さらなる高みを目指せ。おお、あれ、待った。2024、タッチ。あの、レベル5。サイコロ振って世界を飛び回れ。俺もずっと思ってる。レベル5太郎電鉄来ないのかな。レベル5何も来ない可能性大だね。あるね。ラゼンガン。でもレベル5は21日にレベル5のライブがあるから、あ、そうだね、レベル5のね、番組があるから、そうそうそう、そっちの方で発表するかもしれない。かもしれないね。で、ペルソナ5ね。ペルソナ5か。ペルソナね。タクティカね。はい。あ、これこれ、これ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 、うちらね、めっちゃこれね、推してるんだよ。面白そう、超面白そう。面白そうだよね。 PV 見てみて、本当に面白そうだから。面白そうだから。ね、フィーファームね。フィーファームね、これもやってたもんね。魔法と、ようこそ精霊の島、アゾリアへ。アクションがある。そうそうそう、牧場もの。あ、でした、ほら、スターオブシャン。もうね、やめてよ。本当にもう見せないでよ。もう、あっち。前回心壊された、スターオブシャン。あー、最高。早く見たい、やりたいわ。ん？ここはとある場所にある秘密の部屋。ね？何？少年がラブデリックゲーム機のスイッチを入れると、これ？え？ん？三。ああ！目覚めるとそこは子供だけが暮らす子供たちの国だった。あっ！これ！この世界では新作ですか？時々恐ろしい姿をした大人が子供を食べに来る。ラブデリックの新作ですか？大人とのバトルでは戦うだけじゃなく言葉も有効だ。おお、怒ったり拗ねたり笑ったり、マジこれ系の新作出るんだ。マジ？大人の魂を救うことだってできる。顔でかいねって小さい声でつぶやいた。うん、まあまあ、なんかやってることはもうあのあれだよね、あの、アンダーテールのさ、アンダーテールって喋ってさ、戦わずに。ムーン開発スタッフによる新作 RPG。 そうだよね、ムーンの新作、ムーンのね、ストレイチルドレンはこの冬発売。ストレイチルドレンだって。うまく喋れないよ、びっくりしちゃった。ほう、月影村を後にしたその数ヶ月後、オイラたちはというと変わらず食べ続けている。フライヨシ山を越え川を渡り、お宝が眠るというトグロ島にそびえ立つ。マジかよ、小さく来るのかよ。不思議のダンジョン。マジかよ、オシ。フライヨシ入るたびに形が変わる不思議のダンジョン。うわー、マジ？途中で力つく。あの、あれだよね、なんかこのこのダンジョンでさ、あ、そう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 、これ、そう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 、何回でやられたみたいな。そうそうそう、見たことある。うん。はい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 。マジルンとかさ、超懐かしい。わー、もうトラウマだわ。前回遊べるダンジョンがある。あ、アスカだっけ？新たな冒険が今始まる。あ、じゃあ新作なんだよね。新作なんだ。6。風来の島。マジ新作来るか。2024年。しかも近いよ。近いよ。1月だよ。もう年明けてすぐだよ。シレ。いかがでしたか。びっくりした。ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。次最後じゃない？次が最後の映像。さあ、なんだ。ご覧ください。なんだ。さあ。頼む。あれじゃないんですか。何が来る？え？え？またマリオ？またマリオ？ペーパーマリオ！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 うっそ、ペーパーマリオ？ペーパー！マジで？待ってよ！待って！
りすぎ、やりすぎだよ、やりすぎだよ、やりすぎ。だってマリオ RPG もさリメイクされてさ、うん、それペーパーマリオもリメイクされたらさ、いやもう、えぇ、いや声枯れるよ。最初から最後までもうマリオじゃん今年。本当だね、マリオマリオマリオだね、すごいな。ペーパーマリオ、いや全く予想外だった、すごいね。いやマジか、マジか、へえ。はい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 、いやいや、ちょっと懐かしい。いやどうするこれ。やだ、オーマイガーだよ、オーマイガーですわ、いやオーマイガーだよ、マジか。いやすごいな。あのさ、うん、ぶっちゃけさ、うん、この、うん、あのペーパーマリオは、うん、あのオンラインとかで出ると思ってたんだよ、うんうんうん、あのいやちょっと予想外でした。いやすっごい予想外だった、これは予想外でした。いやマジか、そのもうマジかとまさかとさ、うん、マジかとまさかだね、言えないもんね、オーマイガーだよ。あー、いやそんな顔したいよ私も。いやもう本当に本当にマジでペーパーマリオ RPG、 ペーパーマリオ RPG。 いや、え、誰が予想してた、してた人いるかな。誰も予想してないね、やばいよね。はい、いやピーチ姫、あなたが主役のゲームもあるんですよ。うん、はい。お、え、恋をしてるんですか。え、私に。え、教えてもらえませんか。マジ2025年、あ、来年か。あ、マジ、ゲームキューブで発売したペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。すごいですね。当時遊ばれた方はもちろ ん、 うん、まだプレイしていない方もマリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。びっくりした、うん、本当にびっくりした。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。あ、そうでした、視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。あ、そっか、すごかった今回も。いや今回もすごかったっていうか、うん、マリオ、いやマリオだね、マリオマリオマリオだったね。いやマリオマリオマリオだよ。いやちょっとこれすごいね。あ、しかし、うん、あのドンキーが、うん、あの思わぬ形で出てきてびっくりしました。そうだね、でもこの勢いだと来年ドンキーの新作は来そう。こんなに、そうだね、マリオマリオマリオだったらやっぱ次ドンキードンキードンキーじゃない。ああ、そして、いやドンキー来そう、うん、あれだね、次世代機はやっぱり来なかったね、うん、そうだね。そしてメトロイドプライム4はどこに行ったのかな。メトロイドプライム 4! どこかな。まあ、まあまああれよ、まああの来年の最初にポッて出てくるかもしれない、うんうん、あ、そうだね、まだその可能性もあるね。なんで、うん、フォックス。そうだね、フォックス、うん、あ、いやでも今回もね、うん、あのワクワクするっていうか、うん、なんだろう、あの予想外、いやほんと予想と全然違う方向からズンってくるよね、うん、全然予想してないところから来て ね、もうびっくりしたっていうか、うん、なんだろう、心臓に悪い、心臓に悪いね、はい。まあ、そしてやっぱレベル5は今回じゃなくても来週なんだろうね。レベル5マジでさ、うん、任天堂ダイレクトで何にもしないっていうね。そうなんだよね、だからやっぱりレベル5 の、 その21日にある、まあ、ダイレクトっていうか、まあ、ライブで多分言うんだろうなっていう感じだよね。だって今年発売のやつがいっぱいあるはずだからね。まあということで、はい、ということで、はい、いや今回も喉が枯れましたけれども、いやー本当だね、うん、いやー今年、うん、もうね、うん、すごいタイトルがバンバンバーンってね発表されてるから、うん、来年の最初まではねもう遊び尽くせると思うんだよ。そうだね、うん、冬休みも遊べそうなタイトルがいっぱいありましたね。いっぱいありました、はい。なのでね、うん、次回の任天堂ダイレクトまで、うん、今ね発表されているもしくはねこれから発売される、うん、タイトルで、うん、遊んで次の任天堂ダイレクトまで待ちましょう。今回も楽しかったね。次回はあるといいな、ドンキー。次回は桜井さん出てくるかな。この動画面白いと思った方はグッドボタン、高評価、それからチャンネル登録、皆さんのコメントもお待ちしております。お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。おつまさんでした。一個言っていいですか。はい。リズテンはどこ行った。リズテンの新作はないですか。なかったです。新機種で出るよね。出るよね。